武井壮さんでも勝てないという最強の人間、室伏広治、ひろゆきさんなら誰と誰を掛け合わせで、過去結婚させて、次の室伏広治を作るか妄想してください。過去、室伏家の遺伝子は使わずお願いします。PS、武井壮さんのひろゆきさんの立ち方は、ログ配信中に背後から忍び首を折って倒す戦法だそうです。卑怯な手なので手強いと思われてますね。室伏広治の DNA は人間よりマウンテンゴリラに近いって話を前にしたことがあると思うので、多分人間を組み合わせたとしても室伏広治に対抗するのはかなり難しいと思うんですよね。なので、もし勝てるとしたら遠距離戦なんで、大谷翔平かダルビッシュ有じゃないですかね。なので、そのすげえ遠くから石投げて、で走って逃げれるっていう。要はその室伏広治より足が遅いと多分殺されるんですよ。その要するに石一発ぐらいじゃ室伏広治は死なないので、そうするとその石投げた後に室伏広治がバーって来て、こう首とかねじ切られて終わるので、室伏広治より足が速く、でそれなりにきちんとコントロールがよく石が投げれるっていう状態になると、多分野球選手だと思うんですよね。やり投げの選手とかって足そんなに速くないんですよ。で、大谷さんとか全然走れるし、ダルビッシュさんとか走れるので、なので野球選手系の DNA でなんとかする方向じゃないかなと思います。